新学期での自己紹介の仕方。うん。で、お送りしたいと思います。こちら、うん、えー、東京都足立区にお住まいの、ラジオネーム、おとぼけ係長おとぼけ係長さんから頂い,いた、えー、議題の、ございます。議題でございますけれども。ほほほ挨拶の仕方ってね、緊張するよね。私たち声優になってからさ、うん、なんだろう、こういうラジオとかで自己紹介はあっても、うんうん、新学期的な自己紹介ってもうそうそうないじゃん。 まあ本当にそれこそ、初現場行って、初の役者さんとかいたら、うん、あ、なになに、あの、アリウィンが来ました、来ました、ろしくお願ししましま、うん、みたいな、うん、そういう感じしかないから、ね。そうだよね。だから名刺交換とかもしないしさ、うん、基本的には。だ,ね、だから、そういう点でも、私たちもなんか印象付ける自己紹介の仕方は知りたいしね。 そうだね。笑いに持っていくのか、ちょっと待くい。軽くのかてもらって、ダンスもらったくみたいな。お前のダンスもて。だから、ゆかちゃね、そのな、んかわかんないけど、この話題が超好らしくて、今。今のダンスケルちゃう。ということで、あの、皆さん。 からの活発なご意見お待ちしていますもちろん学級会で取り上げてほしい議題も大募集中ですよ以上ゆかちんの学級会でしたそれではここで一曲お届けしたいと思いますえりちゃんの思い出の曲でもありますはい。ありがとうさようなら